から山口伊藤に萩原です。大きな人気を集めた峰竜太安田雅彦が内寄りに構える第12レース1番か番3番4番5番6番です。スタートを切ってきました。ダッシュで好タイミング0で踏み込みながら4番6番6号艇4号艇好ダッシュ片から4号艇襲いかかる山口乗ってくる5号艇伊藤誠司切り込んでバックへ入った。5号艇の伊藤誠司の懐6号艇の萩原も混戦を捉えた。6番5番4番このカードはダッシュ勢でありますが6号艇最長へぐったから6号艇の萩原先頭で回ってくる前提スターター正常。5号艇の伊藤誠司4号艇も思い切る中を割るか山口もふわっとスライド流れた5号艇伊藤コンセントライター。伊藤誠司が6号艇の萩原を抜き去りました。現在5番6番4番も6号艇の萩原絞り込む4号艇山口が抵抗反発。その後方から1号艇の峰竜太の逆襲という展開。6号艇4号艇張り合った展開。1号艇飛び込んだ峰竜太のごぼう抜き好旋回か逆襲。張り合った山口萩原の後方4番手から隙逃しません。全速座し1号艇の峰竜太迫力満点のコーナーワークで峰逆転4号艇思い切る旋回繰り出した山口。やはりドリーム戦ハイレベルのコーナーワーク。1号艇の峰竜太しかしながら2番手道中逆転3番手4号艇の山口達也。インコースから6号艇の萩原もやってくる展開でありますが先頭は混戦競り勝った5号艇の伊藤誠司。ふわっと浮かんだ峰さあ後方から圧力与える峰竜太道中4番手から見る間に前の2人を抜き去りついには5号艇の伊藤誠司まで捉えた峰竜太。1マークの展開が嘘のよう。1号艇の峰竜太土壇場の大逆転峰竜太。上位は1番5番4番先頭1番の峰竜太五輪2着で5番の伊藤4番の山口が3着6番の萩原4番手後方2号艇の安田ラスト3号艇の勝野五輪。